さんも嫌がってます。ほら、嫌がってなんかないわ。ほら、彼もとっても嬉しそうじゃない。愛しいあなたのその笑顔。うわ、いきなりさん、こっちです。みはる、そう簡単には逃がさないわよ。大丈夫ですか？うん、平気。ちょっと驚いたけどね。ごめんなさい、うちの姉さん少し過激で。あ、靴忘れてきちゃった。お風呂場ですか？地球に。それにしてもここ。ずいぶん女の人が多いんだな。ん？あら！危険！どうして？私、尽くしたら！あなたの好きなこと、何でもしてあげる！話して！見て！話してくれよ！男よ。邪魔しないでよ。この泥棒が後から来て私たちの間に割り込むなんて許せないわ。なんだこの子たちは。やっぱり男、間違いなく男。それも若くて可愛い男の子。なんだどうもしかしてた。これでた。なんだ。しかも雪成さん、逃げますわ。独り占め。あの女、追いかけましょう。何、どういうことなの。すみません、先にお伝えしておけば、ここ精霊は男性の数が全体の1割にも満たない世界で。男性の数が1割？はい。ですから精霊では男の人を奪い合って争いが起こってしまうことがあるんです。じゃあもしかしてあの女の人たちは。はい、多分雪成さんのことを。地獄だ。待ち伏せ、こっちです。鬼ごっこはこれまでね、みはる。まはる姉さん、この私を差し置いて男の子とラブラブになろうだなんて、そうは問屋がおろさないわよ。違います。それに雪成さん怪我をして。あら大変。じゃあお姉さんがお医者さんになってあげる。あー、私も触らせて。する。私男の子と初めてなんだから。最高。それがダメなのだ。ぶっちゃくちゃにして。できない。さあ、僕、おとなしくお姉さんのものになっちゃいなさい。いや、恐ろしいことの前触れじゃなければいいのですけど。雪成さん、
さあ続きをします。ここは気がつきましたか？うちのお風呂場ですよ。少しお休みしたら場所を移しましょう。マハル姉さんたちすぐに追いかけてくるでしょうから。それならさっき夢で見たよ。雪なりさん？女の人が怖いんだ。小さい頃からずっといじめられてて今では女の人に触られるとじんましんが出る。ごめんなさい、私気がつかなくて。あ、違うんだ。ほら、不思議だけど美晴ちゃんは大丈夫なんだ。こんなに近くにいるのにじんましんが出ない。だから美晴ちゃんは特別。お風呂に入ってると時々水面がパーッと明るくなるんです。お月様みたいに青くふわーって光って、光の向こうに雪なりさんの姿が。だから雪なりさんも私の特別です。美晴、ほら、こんな感じです。うわ、青い光、あの時と同じ。何してるの？服を脱ぐんです。なんで脱ぐの？お風呂に入らないと。どうして入るの？よくわかりませんが、きっとこのお風呂に雪なりさんが帰るための手がかりがあると思うんです。はい、だから入って確かめるんです。いや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 。さあ雪なりさんも脱ぎましょう。いや、そんな無茶苦茶な。無茶苦茶じゃないですよ、濡れちゃいますよ。だってさ、早くしないと光が収まっちゃいますよ。いや、そういう問題じゃなくてさ、とりあえず服着てよ。ほら、早く。ちょ、あ、うわっ。美晴ちゃん、さよなら、雪なりさん。消えちゃったと思ったら何？一緒にお風呂。だから違うんだってば。僕に。うわっ！また丸見えだ。最低！顔も見たくないわ。ここが地球ですか。想像していたよりちょっと狭いですけど素敵なところですね。そうだ、地球の名産って何ですか？雪なりさんのおっしゃってた日本とか外国もぜひ食べてみたいです。
らいだ。